聖書のフランス語訳の先駆者、ジャックル・フェーブル・デタープル広く読まれてきたエルサレム聖書はエルサレム・フランス聖書考古学学院による。フランス語訳聖書はキリスト教聖書のフランス語への翻訳である。ラテン語聖書を使っていた中世にいくつか主役が行われた後、近代になって様々に行われた。最初にフランス語へ翻訳して印刷されたのは神学者、人文科学者の ジャックル・フェーブル翻訳聖書で1530年にアントウェル・ペンで行われた。これは1535年にピエール・オリベタンにより大きな改訂が行われた。この聖書は1550年にルーベンで出版された最初のカトリック聖書の基礎となっていて、これはニコラ・ドゥ・リューズとフランソワ・ドゥ・ラル版ンの作である。そして1695年に完成した。 ポール・ロワイアル聖書、その改訂版はカトリック及びプロテスタントに広く読まれた。フランス以外に住むフランス語使用者は、スイスの神学者のルイス・ゴン翻訳聖書を使う人も多い。これは1975年から1978年にかけて現代フランス語も使用して改訂されて、この改訂版はアメリカ聖書協会からも出版されている。2007年には、 完全に現代フランス語に訳したスゴン21がジュネーブ聖書協会から発行されている。20世紀になってカトリック教徒に広く使われた聖書にエルサレムフランス聖書考古学学院により1954年に出版されたエルサレム聖書があり、多くの注釈付きでプロテスタントにも尊重されている。この聖書の改訂版はエキュメニカル役聖書として、 カトリック・プロテスタントの共同訳聖書として出版されて、その後日本の共同訳聖書及び新共同訳聖書を含めた各国の共同訳に大きな影響を与えている。現代語の翻訳ではまた2000年に完成してビブリカから出版された種幕人の聖書もあり、これは考えの上でルイスゴン訳聖書によっており、より現代語に近い。それから、 1987年に聖書協会世界連盟が出版した現代フランス語聖書もある。ユダヤ教の聖書、タナハのフランス語版、ラビの聖書は1906年に完成され、1966年に改訂された。また、エホバの承認により、1974年に新世界約聖書が出版され、1995年に改訂された。中世、 近代、現代のフランス語聖書の一覧と各聖書の簡単な記述は上のウィキペディアフランス語版の記事にある。主なフランス語聖書におけるフランス語の比較を示す。ありがとうございます。